今日も見しとるぜラテトーク。今週も始まりましたラテトークイエイということで今週も30分生放送で、ノンストップで、お送りしていきたいと思います。そして素敵なゲストが一人いるんで早速読んでみたいと思います。よいしょ。今週のゲストはおいココリンくん。イエーイ。いや俺もこれゲストなんですよ。俺もゲストとかじゃないよね。もうゲストとかじゃない。いや一応こういうなんかそういうゲスト感、ゲストっていうかゲスト感だね。あー、かん大事、うん、この4人で今日はちょっと放送していこうとね思ってますので、もしよかったら、ご視聴のほどよろしくお願いしますということでね、そんなじゃあココリク初めて出るんでしょ。いや、初めてではないし行こうか、自己紹介から。自己紹介からゲスト誰がゲスト？あ、確かにマサトン？マサトンはもう純歴でしょ。毎回違う違う、2回目2回目2回はもう純歴いうことで、ココリクですとか言ってみて。あ、どうもココリクです。ナンバーワンですって。元、はい、乾杯。元です。グラス、はい、あ、テディさん、グラスもう一個欲しい。あ、いいよ、これ。あ、先飲んどいて。こんなん飲んだよ、お前酔っちゃうから。はい、ということで、やっていきますよ。はい、行きましょう。ごめんなさいね。やっぱりこうちゃんと仕事しよう。番組として成立させるには、はい、知ってんの、お前がこれ濃く作っても見えてるから。俺やっぱり目配り気配り心配りのホストだから分かる、こういうの、だからこういうのが心配りできてない。心配りはできてない。肉に飲ます。心配りはできてない。こういうのはっていうことは、こういうのはって言ってるからね。ココリクはね、もともと売れてたけど戻ってきて、今も売れてますね。しっかりと。あれでしょ、どうせ番宣でしょ。番宣。あー、何番宣って。どうせ番宣でしょ、君出たの。番組番宣でしょ。誰の。リクリク。えっ、ね、番宣でしょ、お前。言うてしまえば。どうせ番宣でしょ。女優俳優みたいな。まあ言うけどさ、芸能人風に言うけど。やめてくださいよ。こうしゃべくりじゃないんだから。結局そうなの。結局番宣だよ、こいつは。何の番宣。あの、先に言っといてもいいよ。先に言っていいよ。先に言って忘れ去られよ。いやいやいや、忘れ去られよ。先に言って忘れ去られよ。3の方がいいでしょ。先に言って忘れ去られよ。3対1でしょ、3対1。忘れ去られよ。最後でも言うから。先に言って忘れ去られよ。そうっすね。じゃあ、10秒だけね。どうぞ。あ、どうですか。明日、12月11日。明日、宴あります。僕出ます。トーナメントです。55キロ。シックルール。明日え、これ、声量ちっさ。本当に結構頑張ったよ、今。何時から何時、場所はどこ。明日は11日やで。だから何時から何時、場所はどこ。16時から串内かな。そうです。場所は新宿フェイスです。駒劇の、あの、なんていうの、あそこ何でしたっけ。ボーリングトーネ。ボーリングトーネ。そうそうそう、コパボールの、コパボールのね。何回っすか、何回っすか。多分6回です。番宣なのにうろ覚えね。今回の見どころはどこですか。今回の見どころは、僕はトーナメントなんで、初めての、まあ、2回目の、あの、出るのが2回目であれなんですけど、そうです、トーナメントなんで1回やって勝ったらもう1回、あの、メインマッチなんですよ、次は決勝が。どういうこと。決勝メインマッチなんですよ、僕。メインマッチってことは、そう、前はボコボコ。もし1回戦勝ったら、前はボコボコにされた。1回戦勝って2回戦行ったら、リクがその宴のメインマッチを飾ると。あ、そうです。うお、すごい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 。もし行けばね。誰と決勝は当たりそうですか。前回と同じじゃないですか、ね、因縁のね。因縁の陸対決。因縁だった。この前ボコボコにされた。因縁だったか、あれ。あれ因縁だった。でもいい人だったね。いい人なんですよ、本当に。人柄がいい。リツイートして、ハングオーバーの、大崎陸っていう、陸さん、すごいいい人で、でも強かったんだよな。そうなんですよ、もうスタミナがね、すごいすごい人と。もう一回リベンジマッチ当たりそうってことだもんね。まあ勝ったらね。勝ったら一回目。なんで鼻で笑いだから。一回目負けたら、一回目負けたらもうないからね。だからちょっと見どころあるよね、そういうここの目線で言ったらね。
そうっすね。その1回勝てばリクが決勝上がって、そうそうそう、その前負けた人とできるみたいな、リベンジマッチがね。でもだからリクからしても、俺この前のことリベンジしたいからお前上がってこいよっていうのあると思うし、あーなるほど。で大崎リクさんからしてもここリク、この前は危なかったぜ、次は完膚なきまで叩くからお前上がってこいよが歩きストーリーね、そのストーリ ー, ーストーリー大事だから。あと大崎リクさん、フィクションね、フィクション、大崎リクさんって人としてあくまでも、ね、あくまでもフィクション、ね、大崎さんのつながりある、もうあのツイッターでちょいちょい絡んでる。なんかさ、あの人めちゃめちゃタイムライン見れるの、なんか友達が、シェアしましたみたいな感じで、大崎リクさんのタイムライン見たんだけど、僕また試合出ますっつって、普通さ自分の宣伝で自分のとこだけじゃん、なぜかリク持ってたんだよ。あ、ここリク？うわ、ね、お前やっぱいい人、お前もしかしたらあれで本当、まあもう分かんないよ、どっちか分かんないよ、こうあのもしかしたら、あこいつ前回俺に負けたやつなっていう、あーバカにされてる、バカにする感じか、もしくは今回もだってのリクさんとっていう、もしかしたら当たるかもしれないっていう、どっちかだからね。ちょっとはだから一個言えるのは意識してるってことだよね。意識はしてんだよ、うん、だってもろだって本当にもろだもん、そのストーリーがあるってこと。本当にいい人なんですよ。なんかブログとかで、うん、9月に1回試合して、うん、した後にブログとかで僕のことめっちゃ褒めてくれて、なんでなんかイケメンとか技のキレがホストワークじゃないとか、いろいろ言ってくれて、格闘家として褒めてくれた、で KO できなかったとか、なんかもう KO するつもりだけどやっぱりリクが強すぎてめちゃめちゃ舐められてたけど大丈夫やったってことですね。そうそうそう、全然みたいな言ってくれて。でもなんかほらいい、ね、あの宴の時にさ、前回見に行った時からさ、本人絶対大崎リクさん強いの分かってる上でさ、その煽り VTR みたいな時にさ、すごい紳士的だったじゃん。いやそうなんですよ。だからそれでまあね、強かったらさ、どうせ勝つの分かってたらさ、もっとドヤドヤブイブイ言ってもいいの。いやそうなんですよ、こういう仕事してたら。すいません、ドヤドヤブイブイ言ってたんで。僕はドヤドヤブイブイは言ってない。ドヤドヤブイブイ言ってた側でじゃん。めちゃめちゃふざけたら全然滑るっていう、あの赤っぽい、面白かったよ。面白かった、面白かった、身内しか笑ってなかった。こっちサイドはめちゃめちゃ笑った。めちゃめちゃ笑ったっす。全然全然、あれ動画作っても普通に面白いと思う。あ、本当ですか。普通に一回ウーロン茶グイグイして酔いさまして。でも多分うちのリク結構濃いんだよね。追加したけど結構濃いのよ。ここリクからしても多分あのあれよね、そんなホストの格闘技でさ、あんな強い人いると思わんかったもん。そういうストーリーもあるからね。初めて出るのになんかセミファイナルで組まされるんですからね。びっくりして。大会側も分かってたんだよ。だから大崎リクさんがそんだけ強いよってこと。そしたらココリクがその技のキレがホストワークじゃなかったり。言うてスポーツだからね。そうだ、スポーツ。ああ、喧嘩みたいな。喧嘩じゃない。喧嘩だったら分かんないからね、やっぱ、うん。顔に傷ついてないってか、まあ傷ついてるかな、もう。うん、心の方が傷ついてるよな、俺ら毎日な。え？いや俺ら毎日。メヘラ出されてる。いや俺ら毎日心傷ついてんじゃん。そんで顔が。まあまあ、でも傷つくってことはまだ心あるってことじゃん。うん、俺傷つくすぎてもう心ないもん。え、あ、また嘘ついた、また嘘ついた。シュリがまた傷つきすぎて心ないって。もう心ないな。だからもう心をえぐるような言葉言ってきても、はい、俺も心ないから何も感じない。ノーダメージだ。ノーダメージ。ノーガードノーダメージだ。え、みたいな。え、みたいな。拷問受けすぎてもう痛み感じないと一緒だよ。本当ですか？今なんかした言ったみたいな。お前どう言った？何だと思うんだけど。そんなことあるね。確かね。じゃあそんな。はじめのトークテーマいってみようか。今までホストをしてきて傷ついた言葉。やったー、やったなのこれ、これやったなの。じゃ俺らってほらでもさ、なんか言われたってさ、ね、まあ、多少のことでは揺るがないで、まあ、今日もね、まさと君ナンバー外れたからもうヘルプつかないでって言われたからね。誰に？それは言えないでしょ、それは言っちゃダメでしょ。あ、そうって傷つくの？あ、そう、心ないからね、心ないからそれ共感できない。心ないから共感できない。そんなやっぱりね、あの許容範囲が全然違う。そんなんで傷つかないそもそも俺、マジでそもそも傷つかないタイプだから。そう、何言われても、うん、俺結構、うん、俺今日前髪指摘されたけど、こいつ何言ってんだろうなってめっちゃ思った。逆に、逆にそいつが悪いぞと。むしろけなそうなやつが悪いからね。そう、自分は平面のセンスが悪いぞ。平面の子に 前髪けなされたから今日あげてるんやけど。部屋見の方にけなされるのやばいね。いや、シュリがさ、前言ってたじゃん、
人をけなすのなんて誰でもできるけどさ、そいつに褒められる能力がないだけなんだよみんな、あれいい言葉だよね、だからいい言葉でいい言葉いい言葉、その俺だって褒める力がないからけなすことしかできない、俺歌手だったらめっちゃ有名なってるからね、マジいい、いい歌手、いい、いいのかな、音痴じゃなかった、音痴じゃなかった、音痴じゃ関係ねえな、LINE の一言に書いちゃうようなね、ああみんなね、え、LINE の一言書いてますかみんな、書いてる書いてる、なんて書いてます、葵さん、また会う日まで、あ、待って、LINE の一言ちょ、待って、落ちだったわ、聞いた順番間違えた、落ちだった、落ちだった、なんか書いてるっすか、俺多分 LINE の一言やばいと思う、趣里の LINE の一言が一番いいよ、あ、じゃあ落ちに取っとく、落ちに取っとく、俺、あれだ、スクショあげるわ、惜しい、惜しい、惜しい、俺多分ね、あげるわ、今、これ、あの、送るわ、リコはちなみになんて書いた、いやいやいや、俺全然面白くないやつじゃない、いや、普通に、だから普通に言えばいいって、どうせ面白くないの知ってる、お前だって面白いこといっぱいもない、英文を、こう、待って、俺、手に送るよ、俺の好きな言葉だよあれ。ね。あ、言って。言って。いや、英語、英文ですよ。だから言って。発音して。まあ、それも中学生やん。だって英語を設定するんだったらそれなりの発音でちゃんと言えるじゃん、絶対。なんでつまんないって言ったのにこんなに引っ張るんですか。確かに。めちゃめちゃ面白いじゃん。すぐいいね、すぐいいね。それめちゃめちゃ面白いじゃん。いや、まあ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 、それはあの、ほら、いいのよ。はい、大丈夫。次に行こうよ。俺知ってるよ。違うんですよ、聞いてくださいよ、じゃあヘブンヘブン、この間どうすくんヘブンヘブンヘブンよいしょ、わかるよ、もう言っちゃったし、言っちゃったし、いけない用語言っちゃったし、いろいろ言っちゃったじゃん、同じ意味だよね、でも俺の今言ったのと、ほらマサとアップで映すの早く待ってるから、待ってるから早く、で、シュリさんのももうアップで映そう、で、はい、はい、まあ確かに英語とかの学がない人間が英語を設定してるのは、じゃあよく最近テレビでもやってるんじゃない、英語の意味も知らない T シャツ着てるやつね、あ、俺最近それすごい話した、うん、あれ最近着てるからやめて、そう、英語のやつね、じゃあなんかさ、その分かってるなんだいいんだけど、なんか本当にドヤドヤっつってこれ高かったみたいな感じで着てる T シャツにここにアスホーって書いてある、あアスホー、わかる、ホーアスホール、ホール、ホール、アスホール、ケツの穴って意味だ、あ、これ最悪や、あ、ごめん、これ俺の LINE の一言、あ、シュリの LINE の一言、これ深いからみんなちょっと一回分かって、いくよ、読むよ、はい、住まいは田舎がいい、森と日だまりで一寝入り、飛ぶ鳥、稲とホテル、稲とひでり、絶対嘘やん、まだ一人も、まだ一人もいいが、家内はいます、嫁いんのかいお前、これね、これすごいんだよね、これ怪文なんすよね、もう一回出したまま、出したままの方がいいよ、出したままいいよ、出したままじゃなくて、はい、よけれね、ちょっとリクの方にこれね、なんでゲストの方によけんのよ嫁いんのかいっていうのは二流のツッコミだろ、そう、ツッコミはね、まず問題はね、これね、1行目読んでからわかるよ、これね、逆から読んで一緒なんだよね、まあ、怪文って言うんだけど反対から読んでも同じなんだよね、そう、最後まで、で、これ、今視聴者さんが一回読んだ方が多分分かるから、一回時間取った方がいいですね、うん、そうそうそう、住まいは田舎がいい、マジだ、なるでしょ、怪文な、住まいは、いいなかが、いい、ああ、森、これ、どこの2チャンネルで拾ってきたんですか、これ、2チャンネルじゃないんよね、あのね、で作文の、ね、あれなんだよね、ああ、なるほどね、すごいでしょ、あ、ほら、これ、趣里が考えたんだよ、あ、そうだ、まあ、そうしようか、そうしよう、今そうする、なんでいつも嘘つくのにそこは正直だ、そうあもうこれなら打たれたらもう分かっちゃうし、株が上がるときはどんどん嘘つく、消しんすよっていうのを、ライブのところにするっていうセンスね、地獄みたいな顔しちゃったから外れた瞬間に、おじっこめちゃめちゃって買ってる、おじっこめちゃめちゃって買ってる、さっきのリクの英語に戻るんだけど、やっぱ最近英語の T シャツ着てるやつ多いじゃん、月曜から4日市で多分そういうのやってるんだけど、あのさ、外人さんがさ、よくさ、日本の漢字をさ、入れ墨入れてんじゃん、それと同じなんだよね、あの外人からしてみたら、外人からしてみたら、そう、そう、外人からしてみたら俺たちの英語の T シャツはそれで一緒なんだよ、ココリクの外人ってこと、でも別になんかあんま意味わかんなが良くない。なんかどうせみんなわかんないから。俺はわかるよ。俺は意味わかってそれにしてるけど、別にさ、俺からしたらあのこの間知ったんだけど、ステイシーだかステューシーだかなんか。ステューシー。あ、ステイシーはあれだ。よくわかんない。ステイシーなんか、ね、変な T シャツだかパーカーだかあるけど、あれも俺知らないけどかっこいいなって思う。ステイシーはステイシーでしょ。ステイシーでしょ。ステューシー。ステューシー。ステューシー。じゃあ俺がリクのラインの人で呼んだろうか。結局読む、結局読む、いやすごい読んでほしくなさそうな付箋、そんな引かれたら俺読んじゃう、いくよ、いい言葉なんですよ、いくよ、
Life is towards living unseated live 放送もやります。意味言ってタイミングいこうか。はい、意味教えてあげて。このタイミングは CM の後でってことでしょ。人生とは、あーなるほど、言っちゃって生きることには意味はない、価値はない。あ、直訳ですね。うん、だがしかし、その略せないなら CM 行こう。来ますって。いやいや、やめろって。来ますって。やめろ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 って。開けました。ごめんね、ちょっとさっき滞っちゃったけど、普通に言うわ。誰かのために生きれない人生に価値はないっていう。サムワンエルスだったからちょっと戸惑っちゃった。これ普通エニワンだから。でも僕はでその英文を考えたわけじゃなくて、ちゃんとした役なんですよ。俺だったらエニワンだね。このサムワンとエニワンの違い。でも日本人って結局ね、訳し方が変わるからね。そうなんですよ、結局は捉え方が違うからね。そんな言ってしまえばね、日本語もいろいろ種類あるけどね。まあ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 。ってことで、何？でもいい言葉だよ。ポストの嫌な言葉だよ。だから誰かのために生きる方からこそ人生は輝くってことだからね。で、何嫌なことだっけ？いろいろあった。ダメダメ。ないね。ダメダメ。ないね。違うよ。T シャツに書いてあった恥ずかしい英語で。あれあれ、ホストで今まであった嫌なことは？こっちから。ホストで今まであっていろいろあった嫌なことを。ああそうそう。趣里が話したいらしいのでちょっと一回聞こうよ。俺別に何もないけどね。なんだろうね、嫌なことってね。嫌なことしかねえわ。いきなりメンヘラ出してくる。いっぱい言われてきたよ。嫌なことはいっぱい、一番でしょ。うん、なんだろうな、話せるやついる今先に。ああ、じゃあ自分話します。はい、でマサトだね。はい、ホスト始めて一番嫌だったことはあれですね、顔が濃いから親バカにされた。あ、が一番嫌だった。あ、それ嫌だね。めっちゃいい。そう一番嫌じゃん。いい話繋がらず。なに、まさとそんなふざけてんの。めっちゃいいやつ。どこがふざけてんの。一番嫌じゃん。いい展開でこれ。思った。いい展開で。どういうこと。親バカにされたっていうのは何。さあ、なんか顔が濃い、タイだから、タイとかめっちゃかっこ悪いじゃんみたいな、めっちゃブス多くないみたいな言われて、遠回しに親ブスって言ってるやん。それめちゃめちゃ嫌だったから、お前ごときの顔が生きがんなってめっちゃ言ったやったんだけど。ハーフなの？え？ハーフ？クォーターでしょ？クォーターです、クォーターです。はい、あとタイって女はブスだけど男はかっこいいから。うん、普通に。え、今待ってたよ。お母さんやで、しかも。おーい。まあ、あ、じゃあもう一回、じゃあもう一回、お前ごときの顔が生きがんなって言うたらよかった。でもやっぱタイ人かっこいいけどな。かっけえよ。タイ人はマジかっこいい。だって名倉とかだってかっこいいじゃん。あれ日本人か。あれ日本人だし、名倉のポイントはそんなに高くない。でもはっきりした顔。親好きなんだね。でも俺もマサコンだから分かるよ。なんか家族ディスられるのめっちゃ嫌い。まあ確かに俺笑っちゃうタイプなんだよな。いや心ないから。あ、そう。それはいや、家族は大事だよ。日本一番大事だよ。大事だよ、家族。あと、ちゃんとディスられても笑うけど、でもまあ自分が好きだからいいかなって感じ。ああ、なるほどなるほど。なんか嫌なことか。
君なんてしょっちゅうね、家族ね、いじられてる。ああ、いじられてる。でもなんかちょっと悪いいじりはない。愛のあるいじりとね、愛のないいじりがね。結局趣里とかも俺の親と会ってさ、うん、俺も好きだもん。あ、別に、ね、好きだから好き前提でいじってるから。そう、何も知らないやつがなんかその下町のババアみたいに言ったら、うん、本当俺は出ちゃうけど、うん、な何が出ちゃう、何が出ちゃう。だって来たこともあるから、ラテに。そう俺がね、いやいや、ほんまに気のいい人でしたよ、気のいい。あの下町のババア。おバカやあの、シュリ君って呼ぶのもいいよね、ほんとにね。だからやっぱりこの間、あの、おととい以外に江東区で殺人事件があったんだけど、うん、めっちゃ近い、めっちゃ近い。やっぱ俺その瞬間見た瞬間に、あ、瑞希大丈夫かなって見た。あ、そう。なんで瑞希さんなんで瑞希さんなんで瑞希の母親ですね。うちの地元の、ほんとに地元の近くで、その殺人事件みたいな、そう、刀で4人切りつける。あー、あったあった。富岡神社やん。富岡神宮やんってめっちゃ思って。その富岡神宮、まあ、まず江東区富岡神宮、あ、イコール、あ、まあ、住みと思ったからね。言っちゃった。俺の前にやっぱ俺の親を心配してくれてる。そう、俺もそこだったからね。あの田舎のババアをね。誰が田舎の下町の下町のババアだ。下町のババアだった。そう、ね、もう家族年もね、多分そっちの方だったからね。上の方だったからね。そう、やられたもんね。でも今ギズってるけど、水木さん嫌いだったら言わないしね。ああ、確かに。ツンデレじゃん。ツンデレではない。好きじゃんね。好きじゃん、マサと俺のこと。いや、ちょっと最近飲み誘ってくれないから、シュリさん派なんだけど。マサと最近積み上げてきたんですよ、シュリさんは。俺はだって元々はまず初めに好かれるタイプじゃないから。そう別にシュリ積み上げタイプ。俺別に最初から初めから好かれてんじゃん。俺それ最初は好かれねえよ、マジで。俺もうまず絡まないもん、ちょっと。なんでいきなりメンヘラ出してきたの。いや、ほんとだね。きつい、きつい。来られたらめっちゃ行くの。だからマサとは、多分なんかね、もうね、この間、え、言っていいの、言っていいんだよね。どこまでよ、どこまで。怖い。単純に男の見してて、なんかもう4人でしてたのかな。4人でなんか居酒屋なんか でカラオケも行ってみたいな。はい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 、はい、お茶ちゃんねえか。それ僕も行ったやつですよ。なんかそうですね、リクは逃げたんだけど、あー途中でね、走ってなんか俺多分そうやって飲んでる時にシュウさん今日は返しませんよとか言ってきたよ。あーまあ俺多分ね、その時は乗ってるし、次の日もマストにやられたとかめっちゃ思うんだけど、やっぱ嫌いじゃないんだよね、そういうのってね。結局辛いんで、次の日起きてあーやべえわ、ほんと鏡見て、あー目がテリーとろわ、めっちゃ思うけどめっちゃ思うけど、あ、マサとこの野郎ってめっちゃ思うけど、やっぱそれも好きなんだよね。僕が知ってる。一個言うけど、マサとは好きじゃない人に今日は返しませんは絶対言わないよ。いやもうね、だから水木さんには言ったことないですもんね。確かに。何ガチを言うの今。俺いじる時やん、それ。ベロベロの水木さんに言うの。今じゃマサとは、だから水木さんにはいつも言うんですよねの流れの。なんでその、水木さんと飲んだ時は早く帰ってほしいから、ずっとノンアルのお酒飲ます。ノンアルのやつ飲ますっすよ。問題は、ウェーツウロちゃん。問題はすげえムカついたのが、リクが水木の真似したっていうね、その時ね。え、走って逃げるっていう。カマチョなのかカマチョじゃないかわかんないけど、走って逃げるっていうね、マジで。歌舞伎町走るんだぜ、リク。マジで走ってる。あれ、なんでのリクが走ってるわってなるかならないかわかんないけど、本当にね、そんな感じだから。ほんと水木と一緒。あまり記憶ないけど、ね、逃げ方一緒。じゃあ水木が走って逃げるのは、うん、誰も返してくれない。誰も返してくれないのよ。結局やっぱ俺って求められてるわけで、あ、水木もういいよってならない、ね、どんなに俺が明日予定あっても。だから俺走って逃げる、うん、誰よりも早く。そして忍者のごとく。じゃあマジこいつ本当にすごい。本当に逃げるときマジやばい。早い引くぐらいヒールの靴履いてるのに早いですもんね。木を隠すなら森の中って言うじゃん。ああ人が隠れたらやっぱ人混みの中って。こいつマジ人混み隠れるの超うまいよ。こんな目立つ顔してる。最近もそこなんか走って逃げて。俺、ね、めちゃめちゃ頭使うもん。だって逃げるときは。本当に。びっくりしたもんね。ジャック・ザ・リッパーかと思ったもん。やばい。気ぃつけてねえわ。誰も。ホームにジャックだ。ジャック・ザ・リッパーかと思った。むしろ切られそうになったから行ったの。ああ、これが霧の都の。ああ、上、ここロンドンか。ロンドンかなと思ったら。ああ、日本だと思って。そうじゃないですよ。わかんない、わかんない。水木さんが、携帯の電話来て、携帯の画面見た瞬間に誰にもバレないようにスッと下に下ろしたのがめちゃめちゃ重い。いやいや、それはあれだよ、見せたらやべえじゃん、そいつ。だってニコ生なんだもん、俺は。誰だかこの時間は誰だかは気になる。俺がニコ生出るって分かってる時に電話かけてくるのがやばいじゃん。毎週やるけどね。まあ毎週やるけどね。学がないじゃん、それは。学じゃないよ、それは。学じゃないよ。最近なんか俺の笑いが分からないやつは学がないってめちゃめちゃ言うっすよね。まあ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 、
感性じゃないの。まあ、クガライって好きっすよね、うん、結構最近は。だってさ、俺はさ、すべてをさ、犠牲にしてさ、友達もさ、ね、そうだよ、地元に友達も一人もいないんだよ、俺は、うん、まあ、こっちにもいないですね。こっちにもいないよ、バカ野郎。お前ら友達だろ、俺の。お前友達だよな、俺の。俺なんだ、俺見んだよ。めちゃめちゃみんな嫌がる。めちゃめちゃみんな嫌がるやん。しかも最終手段ぐらいのレベルで見てくる。本当にお前ぐらいはみたいな感じでさ。やっと友達ができたんだ、クラブラテで。ラテはね、友達作る場所だからね。確かに。あ、そうっす、本当に、うん、本当にそう、居場所ができる。入店して3ヶ月誰も喋ってくれなかったっすけど。違うじゃん、俺が違うよ。俺もよく喋った気がする。だったらじゃあマスト、あれの転校生で言うとちょっとなんかこういう感じでさ、人寄せすぎるよ。これを言ったら本当にマスト恥ずかしがるかもしれないけど、お前尖ってなんかさ、そう、尖っすよ、めっちゃ尖って。俺が、うん、めっちゃイケメンじゃん、飯でも飲みでも行こうって言ってた。いや、うれしいんじゃねえみたいな感じ。で、お前うちの地元の牛尾くんって人じゃん。誰だよ、誰だよそれ。牛尾とかくんじゃないんだ。牛尾だから。めちゃめちゃ尖ってたでしょ最初。いや、俺友達作りにラテ来たわけじゃないんでみたいな感じ。俺は仕事に来てるから。俺も分かってたもん。俺たち学ラン来てんのにブレザー来たんだよ、本当に。ああ、なるほどね。もう言うたら、それも今となっちゃさ、転校前のやつ、そう、その転校前のやつ、ね、制服間に合わなくて。あ、それは人見知りだから、なんかちょっと申し訳ないなと思って。絶対今の方が楽しいっしょ。まあそうです ね。しかもやっぱみんな言ってくれるんだけど、うん、やっぱある程度お金も持ってたし売り上げもあったから、なんか自分より売り上げない人が言ってくれるのが申し訳なさすぎて断ってたの延長線で。ちょっと待ってくれよ。いや、あったっすよ、あったっすよ、あったけど、あったけど、みんな言ってくれる中の誰か知らなかったし。バカやろ。めちゃめちゃの幹部だよ。めちゃめちゃの一番の幹部だわ。いや、退入の時にずっとタクシーあるある言ってきて、あ、うるさいなこの人って思ってたのしか記憶ないから。いや、それはね、それはちょっと俺申し訳なかったから、ちょっと滑ってたし俺。退入側って難しいよね。ずっと滑ってんのに、ずっとタクシーあるある。いや、そんな滑ってはないわ。滑ってるには滑って。あ、やばい、1分前だから、やばい、リク、ほら、あれ、告知しとけ、リク、ほら、明日のことあるから。明日だけです。あ、それが滑ってるからね、もうね、もう滑ってるよ。じゃあ水木さん、タクシーあるある、あの時のタクシーあるある言ったらいいですよ。何タクシーあるある。あれだけ困ってる、困ってる、あからさまに困ってる。あの乗ったタクシーのうんちゃんが優しそうなのに苗字がなんか鬼ついてたみたいなやつだっけ。そんなことは一回も喋ってない。あ、苗字に鬼はついてた、違うか。で、シリさんの名言の時間ですよね、最後。俺の名言の時間、いや、ここで出す。やばいよ、だってもう17秒しかないんだよ、こんな30分もやってて。あ、そっか、ね、僕と対照的なやつ出しますね、やっぱり。ほら、待って、ダメ、ブレイク、やめて。僕は宴で筋肉、宴のために筋肉つけましたけど。ああ、いつものやつね。お前筋肉いっぱいつけるけど、俺筋肉つけないのは俺の美学だから。あと1秒余ってる、あと1秒余ってる。いや、もうお前、歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってぃでーす。アンタッチャブル柴田です。よろしくお願いします。なんで僕が言うの。アプリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオからスライデー。じゃあ番組が盛り上がる一発芸、よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない。イエーイ、見てね。